こんにちは、クリッカー夏美です。欧州トヨタが4日10月初旬にフランスで開催されるパリモーターショー2018でカローラツーリングスポーツをワールドプレミアすると発表しました。同社によると、欧州市場でオーリスの社名を廃止、カローラに統合するそうで、これによりカローラツーリングスポーツがオーリスツーリングスポーツの後継モデルに。先頃発売されたカローラスポーツのホイールベースを延長、ワゴンバージョンとしたもので、リアに新開発のマルチリンク式サスペンションを採用、高強度鋼の採用によりボディ剛性を上げているそうです。今回のカローラツーリングスポーツの追加により、最新のハイブリッド技術を搭載した3車型の中から商品を選択することが可能になるとしています。